しくじり世界史、俺みたいになるなぁ。しくじりはしょい、しくじりはこい。今回主役となるのは、ルーマニアを地獄に変えた男、ニコライ・チャウシェスク、だぁ。来てしまったー。共産主義はマルクスが生み出し、レーニンが具現化し、スターリンが制度化したと言える。果たしてスターリンが制度化した共産主義とマルクスの想定していた共産主義にどれほどの乖離があるのか。共産主義ってなんだろうね。貧富の差がなく皆が平等に豊かになれる社会。それが本来共産主義の目指していた社会だったと言える。みんなが豊かになる方法なんてあるのかな？実際に出来上がったのは、一部の独裁者だけが富み、他は皆貧しくなる社会だった。ひどい世界だ。今回の主役であるニコライ・チャウシェスクは、世界で最も豪華な宮殿に住み、1000億を超える資産を築いたという。だが一方でルーマニアの人々は貧しい暮らしを余儀なくされた。平等さのかけらもない。ニコライ・チャウシェスクは、1918年に、ルーマニアの貧しい農村に生まれた。彼は1月26日に生まれたと言っているが、出生証明書には2月8日と記載されており、実際に生まれたのは2月5日らしい。意味がわからない。さらにややこしいことを言うと正教会歴では彼の出生日は1月23日となる。グレゴリオ歴と正教会歴にはズレが生じているんだったね。グレゴリオ歴はローマ教皇であるグレゴリウス13世に名前の由来があるからな。ローマカトリック教会と正教会は対立しているもんね。2011年度の調査によれば、ルーマニア人の約8割が正教会教徒であるという。詳しくは、キリスト教の東西分裂を見てね。修正ユリウス歴が採用されるのはニコライが生まれた後の1923年以降の話だ。それはそれとて実際の出生日と登録された人本人が語っている生年月日が異なるわけだね。北朝鮮の独裁者であるキム・ジョンイルも実際の生年月日と公式の生年月日が異なるし、共産主義的独裁者にはよくある話だと言える。詳しくは、キム・ジョンイルを見てね。ニコライは村の学校で勉強し、成績はなかなか良かったようだ。だが彼の父アレクサンドルは虐待的で、ニコライは逃げるように家を出て首都ブカレストで靴職人見習いとなった。ニコライ都会に行く。ニコライの所属していた工房には熱心な共産党員がおり、その影響でニコライも共産党員になったようだ。それが1932年のことだったとされる。世界恐慌の後だね。なおルーマニアは一次大戦ではドイツと敵対し、戦後はトランシルバニアやベッサラビアを獲得し、大ルーマニアと呼ばれる半島を形成していた。そしてその領土をドイツ、ソ連、ハンガリーなどが狙っている状態だった。そして1933年にドイツで第三帝国が成立するんだったね。ニコライが最初に逮捕されたのも1933年のことだった。どうやらストライキに参加して警官と争ったらしい。警察に捕まり始めている。翌1934年にも、鉄道労働者の裁判に抗議するための嘆願書の署名集めをしたため逮捕されたようだ。労働運動は当時のルーマニアでは違法だったんだね。この頃のルーマニアは旺盛で、共産主義者を何よりも恐れていた。ロシアでは皇帝一家が処刑されてしまったもんね。当時のルーマニアにはシブランツァと呼ばれる秘密警察がおり、ニコライは完全にマークされていた。シブランツァの目的は共産主義を抑えることで、スペイン内戦においても反共を標榜するフランコ政権を支援したと見られている。詳しくは、スペイン内戦を見てね。1936年6月、ニコライは裁判にかけられ、有罪となり刑務所で過ごすことになる。そして1939年に出所すると、エレナ・ペトレスクと出会い、交際が始まったようだ。後のエレナ・チャウシェスクだね。だが釈放されてすぐにまた刑務所に逆戻りし、そこでゲオルグ・デジに出会ったようだ。何者かね。後にルーマニア共産党の書記長となる男だ。デジは刑務所内で獄中派と呼ばれる派閥を形成し、ルーマニア共産党内で力を持つことになる。チャウシェスクが後に独裁者になれたのも、デジの獄中派に所属していたからという面が大きい。刑務所に入ったことがチャウシェスク独裁の入り口だったわけか。ちなみに獄中派と並んでルーマニア共産党内で大きな力を持っていたのがモスクワ派だ。
モスクワはソ連の人だね。ルーマニア共産党員の多くはソ連に亡命していたわけだ。一方ルーマニア王カロル2世は、1940年に国を追われていた。由々しき事態だね。ルーマニア王国はソ連、ドイツ、ハンガリー、ブルガリア、イタリアから圧迫され、政権内部にいたアントネスク将軍によってカロル2世はポルトガルへの亡命を余儀なくされた。アントネスク将軍は新ドイツ派だったのだ。この頃はドイツとソ連が同盟を結んでいた頃だね。次の王はミハイ1世だった。彼は退位させられていたのだが、再びルーマニア王になったのだ。でも実権は、アントネスク及びその背後にいたドイツ第三帝国が握っていた。そしてドイツ第三帝国とソ連が戦争を始めると、ルーマニアは枢軸側に立って参戦することになる。ソ連と戦うわけだね。独ソ戦はスターリン率いるソ連の勝利となった。ソ連はルーマニアに進駐し、ルーマニア共産党がルーマニアの実権を握るようになる。大逆転現象が起きたね。1944年にデジがルーマニア共産党書記長に、ニコライ・チャウシェスクは共産主義青年連合の書記となった。モスクワ派じゃなくて獄中派が実権を握ったのかい？デジは書記長にはなったものの、実権はパウケルラ・モスクワ派が握っていたようだな。一方ルーマニア王国では1944年8月にクーデターが起きていた。国王ミハイル1世は実権を握っていたアントネスクを失脚させたのだ。背後にいたドイツ第三帝国が劣勢になったからだね。ミハイ1世はソ連側に立つことを宣言したが、結局共産主義勢力によって退位させられることになる。スターリンの前には全てが無力。こうして1947年、ルーマニア人民共和国が誕生した。この国を支配したのはルーマニア共産党で、事実上の一党独裁体制であった。共産主義国家はどこも一党独裁体制だね。この過程でチャウシェスクは少将となり、軍の副大臣に就任している。ちょっと前まで牢獄にいたのに、随分と極端に出世したね。獄中派のトップであり、ルーマニア共産党の書記長であったデジは、共産党内部での粛清を行った。共産党といえば粛清。この時粛清されたのは主にモスクワ派の共産党員で、そのトップとも言えるパウケルも粛清した。そんなことをしたらソ連が黙っていないんじゃないの？デジは自らモスクワを訪れ、スターリンに直談判したようだな。あるいはスターリンがデジを呼び、粛清を命じたという説もある。いずれにしてもモスクワ派への粛清はスターリンの協力があって行ったんだね。パウケルらモスクワ派とスターリンは農業問題で対立したようだ。一方デジはスターリンの進める農業の集団化に賛同した。後におびただしい死者を出す政策だね。デジはスターリンに従順だった。スターリンは自身に従順な人物を好む。一方で従順でない人物は好まず、さっさと殺した。モスクワ派はスターリンに反抗したために失脚したんだね。それでもパウケルは命があっただけマシかもしれない。パウケルは逮捕されるのだが、翌月にスターリンが死んだのだ。危機一髪だったね。モスクワ派が粛清される一方で、獄中派のチャウシェスクは順調に出世していった。1947年にはエレナと結婚し、1948年には農業次官、翌1949年には農業副大臣、次の1950年には国防副大臣及び陸軍高等政治総局長に就任している。随分と一気に出世したもんだねー。1952年には党中央委員会委員、1954年には中央委員会書記、1955年には中央委員会政治局委員になっている。どれもピンとこない？簡単に言えばものすごく出世していったということだ。そして先ほども触れたようにスターリンが1953年に死んだことで流れが変わった。詳しくは、スターリン、を見てね。スターリンの後継者であるフルシチョフがスターリン批判を行ったのだ。共産主義国家のほとんどがスターリン体制に倣った国づくりを行っており、フルシチョフのスターリン批判には批判が集まった。スターリン批判批判。このスターリン批判以降、ルーマニア共産党はソ連と一定の距離を取るようになる。とはいえユーゴスラビアや中華人民共和国とは違い、ワルシャワ条約機構に参加するなど近しい距離にはあった。NATO に対抗するために結成された軍事同盟だね。そしてスターリン批判によって起きたハンガリー動乱においては、ルーマニアは動乱鎮圧のためにソ連に協力をしている。
一方で1958年にはソ連の軍隊はルーマニアから完全撤退した。スターリンが死んだことで、ソ連の求心力が落ちたんだね。スターリンは圧倒的独裁者であったが、スターリンが死んだ時国民は泣いたというな。一方チャウシェスクはスターリンに倣って農業の集団化を推し進め、それに不満を持った農民たちの反乱を武力を用いて鎮圧していった。少しでも政府のやり方に不満を持った者、また持ちそうな者は逮捕され、数万人が実刑判決を受けたという。やり方がまんまスターリンだね。共産主義国家にとって、スターリンはソ連をアメリカに並ぶ超大国に押し上げた成功例だったからな。成功例に倣ったわけだね。そして1965年、ルーマニアのトップに君臨していたデジが死んだ。デジの後継者問題はかなり紛糾した。アポストルという人物は自分がデジに後継者の指名を受けたと主張したが、評議会議長のマオレルという人物は、このアポストルに敵意を抱いており、権力の掌握を阻止せんとチャウシェスクを推した。こういうことって世界史でたびたび起こるよね。ルーマニア共産党では様々な人物がこのように対立しており、結局敵の少なかったチャウシェスクがデジの後継者になったのである。共産党というとどうしても内部で権力争いが起きるイメージがある。誰にでもトップになれる可能性があるからな。そういえばルーマニアの共産党も世襲制ではないんだね。この点ソ連も中華人民共和国も世襲制ではない。共産主義国家で世襲制なのはそれこそ北朝鮮ぐらいだ。詳しくは、キム・イルソン、を見てね。1965年3月、ニコライ・チャウシェスクは満場一致でルーマニア労働者党中央委員会第一書記に就任した。労働者党？1948年にルーマニア共産党はそのように解消されたんだ。そしてチャウシェスクは書記長になるや、労働者党をルーマニア共産党に解消した。共産主義国家は様々な組織の解消が多いイメージ。国名まで解消することも多いからな。チャウシェスクも国名をルーマニア人民共和国からルーマニア社会主義共和国に変更している。国の名前が長くなった。独裁者として知られるニコライ・チャウシェスクだが、東側陣営からも西側陣営からも評価されていた。東側陣営はともかく西側陣営からもかい？1968年に起きたプラハの春にて、ルーマニアはソ連に協力せず、チャウシェスクはソ連を非難したからな。チェコスロバキアで起きた民主化運動を、ソ連が叩き潰したのがプラハの春だったね。一応形としてはワルシャワ条約機構がプラハに進撃したのだが、ルーマニアは参加しなかったわけだ。これを西側諸国は好意的に見た。そしてチャウシェスクはアメリカ合衆国と中華人民共和国の国交樹立の仲介役を果たしたことでも知られている。ニクソンが大統領だった時代のことだね。チャウシェスクの外交は独自外交とも呼ばれ、アメリカでオリンピックが開催された際には、ソ連を中心とした東側諸国がオリンピックをボイコットする中、ルーマニアはアメリカに選手団を派遣している。コマネチの時かい？そうだ。ちなみにコマネチは1989年にハンガリー、オーストリア経由でアメリカに亡命している。ルーマニアの実情を表しているね。これらの外交政策を見てもわかるように、ルーマニアはソ連の支配を受け付けなかった。ハンガリーなどはソ連の衛星国になってしまったのにね。ルーマニアがソ連の衛星国にならずに済んだのは、石油資源に恵まれていたからだと言われている。現在のロシアもそうだが、ソ連は産油国であり、東欧の多くの国はソ連にエネルギーを依存せざるを得なかったのだ。現代史の鍵はどこまで行っても石油だね。チャウシェスクはリビアの独裁者カダフィ大佐と会談した際、私はロシア人を追い出した、と語っている。カダフィ大佐とチャウシェスクとは凄まじい組み合わせだね。チャウシェスクは西ドイツを承認し、西側各国とも国交を結んでいた。その上でアラブ各国ともイスラエルとも友好的な関係を結んでいたのだ。その両方と友好関係を結ぶのは非常に珍しいんじゃないのかい？チャウシェスクは敵を作らないことにかけては非常に高い能力を持っていたと言える。でもこれだけ反ソ連的な政策を繰り返していたら、ソ連には睨まれていたんじゃないのかい？1979年にソ連がアフガンに侵攻した際にはチャウシェスクはソ連を非難し、ソ連がルーマニアに軍事基地を置くことを禁じた。また1985年にゴルバチョフがペレストロイカを進めた際には、
チャウシェスクはゴルバチョフを激しく非難している。このようなことが可能だったのは、先ほども触れたようにルーマニアが経済的にソ連に依存していなかったからだろう。ソ連はルーマニアをどうすることもできなかったわけだね。軍隊もルーマニアから撤退していたしな。そしてこれは北朝鮮もそうだったが、ソ連派の共産党員が粛清され尽くしたのも大きかっただろう。そういえばデジの時代にモスクワ派が粛清されていたんだったね。チャウシェスクもまた、他の共産主義的独裁者同様、スターリンに習って恐怖政治を展開した。それを支えていたのが秘密警察セクリタイである。ルーマニア版 KGB かい？セクリタイは KGB の前身とも言われる NKVD の力を借りて1948年に設立されているからな。基本的な権能は同じだ。セクリタテはチャウシェスクが実権を握るよりも前からルーマニアにあったんだね。デジはセクリタテを用いて粛清を進めていた。デジの後継者タルチャウシェスクがセクリタテを重用するのは自然な流れだったと言える。セクリタテは主に孤児院出身者で構成されていたと言われ、幼い頃から特殊な訓練を施されていた。国家に忠実な集団が出来上がったわけだね。年齢や性別は多岐にわたり、幼稚園の先生がセクリタテの諜報員だった例もあったようだ。子供たちから情報を得ていたんだったね。それでチャウシェスクに不満を唱えた夫婦がどこかへ消え去ったという出来事もあったようだな。チャウシェスクはありとあらゆる場所にセクリタテの諜報員を配置し、2万5000人以上の人員がいたとされる。もう秘密警察の規模じゃない？少しでも怪しい動きをした人物がいれば即逮捕、拷問、そして処刑した。1971年7月、チャウシェスクは7月宣言を出す。なんだいそれは？簡単に言えば思想統制政策だ。検閲は強化され、マスコミはもちろん演劇やバレエなどの芸術活動も厳しい監視の対象となった。表現の自由などない。その一方で北朝鮮のキム・イルソンや毛沢東のような個人崇拝を推し進めていった。国内の書店にはチャウシェスクを賛美する本が並び、マスコミは日夜チャウシェスクを褒めたたえた。北朝鮮と同じだ。人々を洗脳するのにマスコミは最も有効だからな。南米だとクーデターが起こると真っ先にマスコミが抑えられたりするよね。本、詩、歌、映画、ラジオにテレビなど、チャウシェスクを褒めたたえる思想がルーマニアを満たした。偉大なる指導者、英雄の中の英雄、新たな時代の創造者、我らが光。胸焼けしそうだ。個人崇拝は妻エレナにも及び、彼女は国民の母、と呼ばれるようになる。ディストピアだな。チャウシェスクは外交では成果を見せた一方、内政はめちゃくちゃだった。有名なのが堕胎と避妊を禁止した法令775である。この法令の結果、チャウシェスクの子供たち、が生まれたのだ。どういう意味だい？子供を捨てる親が後を絶たなかったんだよ。法令775が出てからルーマニアの出生率は爆発的に増えた。でも育てられなかったんだね。孤児院はいっぱいになり、街にはストリートチルドレンが溢れ、その多くはマンホールの中で暮らしていたと見られている。なんて、ことだ。チャウシェスクは法令775を強化するために、子供のいない人々に重税を課した。そして子供の数は増え、それに伴って HIV 感染者も増えた。それはどういう？孤児院内で虐待が増えたようだな。その上医療機器の使い回しが横行したことも原因のようだ。ここはひどい世界だな。また、マルクスの述べた、宗教はアヘン、という言葉をチャウシェスクは教会の破壊をもって実行した。首都ブカレストだけでも20を超える教会が破壊されたという。国民の多くがキリスト教徒なのだろう？このあたりはチャウシェスク政権崩壊の要因になったと言えるだろうな。またチャウシェスクはルーマニア国民が外国人と接触することを制限した。なのでルーマニアの状態はほとんど世界に知られることがなかった。このあたりは北朝鮮に似ているね。あらゆることは秘密裏に行われたと言える。少しでも反抗的な動きがあればセクリタテが動いたわけだが、1978年にはセクリタテの幹部であるパチェパがアメリカ合衆国に亡命している。スターリンやキム一族と違って、秘密警察の幹部を粛清しなかったんだね。それゆえにチャウシェスクは最後は権力の座から転げ落ちたと言える。このような状態ではあったが、チャウシェスク政権下において、輸出額は約10倍になっている。
しかし皮肉にもそのことがチャウシェスク政権の寿命を縮めたと言える。どういうことだい？急速な経済発展により、ルーマニアは自国の資源だけではエネルギーを賄いきれなくなったのだ。なので石油の生産量は増え続けたにもかかわらず、ルーマニアは外国から石油を輸入する必要が出てきた。経済が発展すればするほどより多くのエネルギーを使うようになるもんねー。また、ルーマニアの経済発展は国際復興開発銀行などからの融資によって支えられていた面もある。そしてルーマニアは共産主義圏であるにもかかわらず、国際通貨基金 IMF にも加盟していたのだ。1990年以前において、ルーマニアは共産圏では唯一の IMF 加盟国であった。まさに独自外交。しかしこれはルーマニアに対外債務の返済という大きな問題をもたらしたと言える。オイルショック、イラン革命といった中東の返事はルーマニアの経済に大きなダメージを与えた。中東で起きたことがなぜルーマニアに？ルーマニアはイスラエルを支持していたこともあり、西側諸国とみなされたのだ。なのでオイルショックの際には禁輸措置の対象となった。どちらにもいい顔はできないということだね。そしてルーマニアはイランから石油を輸入していたのだが、1979年にイラン革命が起こると、1バレル16ドルだった石油を1バレル40ドルで買わねばならなくなった。倍以上の価格で。このことによってルーマニア経済は破滅的な打撃を受けることになる。ルーマニアにおける生産コストは跳ね上がり、対外債務に苦しめられるようになるのだ。利益が減って借金が重くのしかかったわけだね。ルーマニアでは1980年代から配給制が始まった。一日に何度も停電し、水道からはお湯が出なくなった。お風呂入れないじゃないか。冷蔵庫禁止、洗濯機禁止など、家庭用電気器具は次々と使用が制限された。そして暖房も禁止になり、違反すると厳しく罰せられた。おらこんな国嫌だ。チャウシェスクはエネルギー不足を解消すべく原子力発電所の建設を開始したが、チェルノブイリ原発事故が起きてしまい、建設がストップしてしまう。エネルギー問題はいつも深刻だ。チャウシェスクは一連の問題を部下に押し付け、閣僚級者が次々と辞任する事態となる。そしてチャウシェスクは対外債務の返済のためにいわゆる飢餓輸出、おすすめ。その一方で自分たちは国民の館、と呼ばれる豪勢な宮殿で豪勢な暮らしをしていた。もう終わりだよこの国。飢餓輸出を敢行した結果、1989年には対外債務を完済した。しかしこの年、ベルリンの壁、が崩壊した。この歴史的な出来事は世界中に波及し、ポーランドを皮切りに東欧で共産主義政権が次々と倒れることとなる。歴史の大きなうねりがやってきたんだね。そのうねりは津波となってルーマニアに押し寄せた。ベルリンの壁崩壊から約1ヶ月後の1989年12月16日、ティミシュアラという都市で民衆によるデモが発生し、セクリタテがこれに発砲。この出来事を皮切りに、ルーマニア革命、が発生したのである。ついにチャウシェスクが打倒される日がやってきたんだね。一方12月21日には首都ブカレストのルーマニア共産党本部前にて、チャウシェスクを褒めたたえる集会が開かれた。ギャグみたいな集会だな。至って大真面目にやっていて、10万人のルーマニア人がこの集会に参加していたという。そしてこの集会の途中、爆破騒ぎがあった。実行者は即座に射殺されたものの、完全なるパニック状態に陥り、この集会は解散となった。解散。ところが市民の一部はチャウシェスク独裁への抗議を始め、秘密警察セクリタテがそこに発砲し、死者が出る事態となった。この出来事に人々は反発するも、チャウシェスクは軍部に市民への発砲を命じた。国民を殺すのかよ。しかし国防省のミラはこの命令を拒否。ミラはその後遺体となって発見されるが、ルーマニアの国営放送は国防省ミラは自殺したと報道。だがルーマニア国民は誰がミラを殺害したかを知っていた。命令に従わなければ殺害するというのはよほどだね。ミラの死に反発した軍部は共産党本部を占拠し、反チャウシェスク派と共に救国戦線評議会を結成。この事態を受けてチャウシェスクは首都ブカレストから逃亡した。おのれチャウシェスク、逃げたな。軍部はこの段階でテレビ局とラジオ局を掌握し、チャウシェスクが逃亡する様を国民に向けて報道していた。
チャウシェスク夫妻はヘリコプターで逃げたわけだが、すでに軍部は反チャウシェスクとなっており、パイロットのマルタン中佐はわざとヘリの機体を揺らし、チャウシェスク夫妻の逃亡を妨害した。もうチャウシェスクの味方はいない。チャウシェスク夫妻はヘリを降りてたまたま通りかかった石のデカの車に乗り込もうとするが、この石も非協力的で、チャウシェスク夫妻は車を洗っていたペトリソルという労働者を脅した。ペトリソルは夫妻を農業施設まで案内し、施設の所長はチャウシェスク夫妻をかくまった。まだチャウシェスク夫妻に協力する者がいたんだね。いや、この所長は夫妻をかくまうふりをして監禁し、軍部に引き渡してしまう。ここまで国民に慕われていない君主も珍しい。一方首都ブカレストでは革命勢力とセクリタテの間で激しい戦闘が行われていた。この事態に市民も武装し、革命勢力に次々と加わっていく。ついに人々が立ち上がったんだね。1989年12月25日、チャウシェスク夫妻に対する裁判が行われた。クリスマスだね。罪状は6万人を超える虐殺で、即日死刑判決が下り、そして処刑された。独裁者は死んだのである。権力の頂点からあっという間に転げ落ちたね。処刑されたチャウシェスク夫妻の写真は、全世界に公開された。しかし2009年に行われた世論調査において、チャウシェスクが国に不利益をもたらしたと考える者は1割を少し超えるほどであった。逆に国に利益をもたらしたと考える者は3割を超え、残りの5割以上は利益も不利益ももたらしたと回答している。そこまで評価は低くないのか。年齢が高くなればなるほどチャウシェスクへの評価は上がっているようだな。それは言い換えればチャウシェスク時代を実際に体験した者ほどその評価は高いということだ。つまり、チャウシェスクが死ぬ前の方が良かったと考える人が多いということだね。革命後のルーマニアでは、道路の状態が悪く、下水道やガス管がないなどインフラが崩壊した。その上汚職が蔓延しており、経済成長は停滞、失業率は高くなった。2010年度の調査では、6割が1989年以前の方が生活は良かったと答えている。あの状態よりさらに悪化してしまったのか。また、チャウシェスクを悪い大統領だったと評価したのは全体の 15% ほどで、49% は良い大統領だったと評価している。むしろ評価は高いのか。さらに8割以上の回答者がチャウシェスク裁判は公正ではなく、処刑は間違えていたとしている。といったところで今回の動画は終了だ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。